2008年ヨーロッパグランプリは2008年8月22日から8月24日にバレンシア市街地コースで開催された2008年 F1 世界選手権第12戦91ヤルノトゥルーリが91唯一の1分37秒台でトップ通過ここでホンダの2台とフォースインディアの2台そしてデビット・クルサードが脱落急に若干の小雨が降る中 セバスチャン・ベッテルがトップタイムを記録。中島・和孝は10番手タイムを記録していたが、最後のアタックを行ったニック・ハイドヘルドにタイムを越され、11番手で予選を終えた。ここで、中島、フェルナンド・アロンソ、ティモ・グロック、マーク・ウェーバー、ネルソン・ピケ・ジュニアが脱落。旧サントロロッソが両ドライバーとも最高位となる、ベッテルが6番手。 セバスチャン・ブルデが10番手を獲得。ポールポジションはフェリペ・マスターで今季4回目。一方チームメイトのキミライ・コネンは4位に沈んだ。2番手はルイス・ハミルトン、3番手はロバート・クビサが獲得した。トゥルーリは日本勢トップの7番手となった。抜群のスタートを切ったフェリペ・マスターと2位スタートの ルイス・ハミルトンが互いにファステストラップを更新しながら3位のロバーと首彩下を引き離していく。また、フェルナンド・アロンソは1周目に中島・カズタカと衝突してリアウィングを破損。ピットに戻り再走行を狙うもマシンのダメージが思った以上にひどくリタイアとなる。アロンソは2回の母国グランプリを完走することができなかった。中島もピットにも戻り、フロントウィングを交換。 コースに復帰する。一回目のピットストップを前に、マッサがハミルトンを引き離して、トップを守る。君ライコネンは一回目のピットストップの後、まだピットに入っていない。ティモ・グロックの後ろの6番手まで順位を落とす。しかし、グロックがピットに入った後は、ハイペースでラップタイムを刻み、前方の小原イネンに2秒と差を詰めていく。 マッサは38周目にハミルトンとの差を10秒と広げたところでピットイン。ピットアウトするときにピットレーン後方から来たエイドリアンスーティルと危うく接触しそうになる。両者なんとか接触は逃れたがマッサがレース後の審議対象となる。41周目にスーティルがクラッシュ。このタイミングでライコネンと平気コバライネンが同時ピットイン。このとき ライコネンが給油リグが抜けないまま発進しようとしてしまい、ピットクルーを負傷させてしまう。このトラブルで、ヤルノトゥルーリにも先に行かれてしまった。その後、トゥルーリを猛追していたライコネンは45周目に入ったところのホームストレート上でエンジンブロー。前線ハンガリー GP のマッサに続いてまたも、フェラーリエンジンがブローしてしまった。 前線のマッサと同じくコンロットのトラブルで同ロットのエンジンだったが、同一エンジン2戦連続使用のルールの下これが2戦目のため交換できずに、ここでも使用せざるを得なかった結果だったを受けずにエンジンを交換できるルールができたが、ライコネンはイギリス GP ですでにジョーカーを切っており、同じトラブルが出る不安があってもペナルティ回避のため、前線と同じエンジンを使用せざるを得なかった。 これでライコネンは第4戦スペイン GP から勝利していない。その後は上位の順位に変化は見られず、マッサが通算9勝目、今季4勝目となる勝利を挙げた。また、マッサは今季初のファステストラップを記録している。レース後、前述のマッサの危険なピットアウトについて、チームに対し注意と1万ユーロの罰金の処分が下されたが、 レース結果に影響はなかった。ありがとうございます。